セットテープというのは現在進行形のポップカルチャーとして完全に世界各国で復活しているんですね。で、もうノスタルジーとは全然関係ない感じでカセットテープをリリースしている、あえてカセットでリリースしている、ミュージシャンがどんどん世界から出てきています。カセットテープの魅力というのは大きく2つあると思ってます。1つは物としての魅力、この手のひらサイズのですね、形がですねすごく可愛らしい、かっこいいと思える、なんかこう新鮮な魅力を有していると思ってます。もう一つは音としての魅力ですね。特にそのデジタルを経験した耳でカセットテープの音に触れると、やっぱりその音の柔らかさであったりとか温かさに改めて気づくと思います。これからのカセットテープカルチャーに関してはもっともっとですねカセットが復活してくる可能性高いと思ってます。よりいい音質で聴けるようなカセットプレイヤーが復活していくと、もっともっとカセット人気が高まっていくというふうに思ってます。中目黒ってなんか音楽的な店がないんですよ、実は。なので中目黒の音楽的な店を作りたいっていうのはすごく前提条件としてありましたね。一応西荻とかいろんなとこ見ましたけど、飯も来たとか、うちのあのお店のテーブルの上に乗ってるので、今世界でリリースされてる新風なんですけれども、いい音楽が全然紹介されていないので、自分がそれを担っていきたいなと思ってます。でその手段としてラジオで紹介したいなというのがあるんですね。もっともっとこうインディペンデントで面白いことやりたいと考えている人が出てきてほしいなと思いつつ、多分そういう人はビッグシティから離れたところで何か自己表現するんだろうなと思ってます。東京の隠れた部分、なかなか見つけにくい部分にある面白いものっていうのをちゃんと拾ってほしいなと。